はい、元木チャンネルであります。なんだきさんのバチ、ブルーリボンバチ、拉致被害者奪還のシンボルバチ、ブラウンリボンバチ、北方領土奪還のシンボルバチ。今日は3月27日です。あいりさん、元自衛官のあいりさんの誕生日です。誕生日おめでとうございます。今日のお題は、中学生の基礎英語レベル2を始めましたが、テキストと、CD 買いました。2つで2250円なんですけど、今金がなくて、次回払いで分割でクレジットカードで買いました。放送まだ始まってないんですけど、 CD を使って2週間分予習しました。全部2週間分5回聞きました。でレベル1の時は本田敏之さんが講師だったんですけど、本田さんは何ちかな、抑揚が良くて声もでかくて非常に聞き取りやすかったんですけど、レベル2の講師の中野達也さん、なんか声が小さいかな、声が小さいか、私みたいに抑揚がない、淡々と喋る先生なんで、ちょっと聞き取りにくいかな、わかりにくいかなと思います。レベル1の方は1年聞きまして、まあ、テキストとか番組の進行はだいぶ慣れたんですけど、レベル2の方が本文かな、本文、意味わかりますか、本文が英語載ってて、で、日本語が次のページに載ってるんですよ。レベル1は本文が上にあって、下にも日本語があるんですけど、それがちょっとテキストの構成上分かりにくいかなと思います。レベル2は、よく、話す、視聴者というかな、が、発声練習をしやすいようにはやってるんで、それはいいかなと思います。レベル1と2で、2つ、レベル1、1年間やって、レベル2もやって、中学校の3年間を教わるようになってるんで、中学生の基礎英語は、レベル2も続けていきたいと思います。仕事が今、パートの方をやってるんですけど、ちょっと思ったよりも、日数が少なくて、および広告、チャンネルの広告収入が足りなくて、来月からフルタイムの方をやりたいと思うんで、ちょっと動画の更新はあんまり頻度は少なくなるかと思いますが、私に固定のファンの人は若干いるんですけど、元木チャンネルで検索して見てくれる人は少ないんで、チャンネルの運営にはあんまり影響してないかと思います。で、本題はこれなんですけど、これで終わりなんですけど、ちょっと、もうちょっと時間伸ばしたいんで、6人演習、および、米流の時の件をちょっとお話ししたいと思います。6人演習、昭和62年ですね。私が自衛隊入った年、大坪西の時ですね。自衛隊さんと米軍さんが、何か喋ってたんですよ。で、どこに住んでいますかという意味で、Where do you live かな、テロップ入れてますけど、普通の疑問文の時は、Do you have a, do you have a pen にしますか ?Do you have a pen みたいな、知り上がりになるんですけど、What とか How の時は、知り下がりになりまして、Where do you live? 発音イントネーション的には Where do you live? って言うんですね。どこに住んでいますか。で、これを疑問文だから知り上がりだなって Where do you live? としたら Live じゃなくて Leave になる。どこに去っていくんですかみたいな。どこに去っていくんですか Where do you live? じゃあなんか意味が数字じゃなくて米軍さんなんかチンプカプみたいな感じしてたんです。そこには私はちょっと離れたところに いたんです。で、なんか、言葉通じてねえな、みたいな。で、よくよく聞いてみると、どこに住んでいますかの意味で、Where do you live? と聞きたいところを、Where do you live? と発音したんで、どこに住んでるんですか、おかしいな。その Where do you live? は、日常どこに住んでいるかですね。非常大演習場に来てるんで、多分非常大演習場の爆車に泊まっているかと思うんですけど、まあ、アメリカかな。アメリカのどこどこに、住んでいますかという意味で、Where do you live? としなくちゃいけないところを疑問文だからと思って、知り上がりに Where do you live? としたら通じなかった。で、私がそこに行って、で、私が Where do you live? と言ったら話が通じました。昭和62年の日米合同演習の件ですね、非常大。で、次、私が米流行った時、
で、私がビール行った時で、まあ、もちろんテストがあって、それに合格してビール行くんですけども、行ったんですけども、ですけど、いきなりアメリカに行って英語が通じないんじゃいけないということで、英語の勉強しにテキサス州に行ったんですよ。で、そこでも、まあ、最低限の成績は取りまして、どうにか航空兵站学校かな、アメリカの東海岸の方に行ったんですけども、そこでの話ですね。先生が発音が悪いんですね。で、中学校1年かな、例えば13だったら、13だったら13じゃないですか。で、30だったら30ですね。13だったら13、ティーンの方を強く発音すれば13で、30だったら30、さの方を強く発音すれば30、あ、30だなと区別ができるんですけど、その先生が14にしますか、14と40のなんか発音が曖昧なんですよ。14だったら14、40だったら40なんて、40みたいな、30みたいな、50だったら50と短く切ればいいんですけど、なんか50みたいな、15と上、後半の方上がれば分かりやすいんですけど、50みたいな、あ、なんかどっちか分かんない。で、米軍の学生さんが、あ、先生、どっちですかみたいな、40ですよみたいな。で、その学生さん、ダメだこりゃみたいな。はい、追加であります。米流ですね。ティーンとティーが、区別がしにくい先生の米流の目的は、アパッチという航空機の整備の勉強なんです。で、もちろん実技とかあるんですけど、パソコン使うんですよ。故障探求の時、パソコン使うんで、ああ、米軍は日本よりだいぶ進んでるなと思いましたよ。まあ、日本は多分今でもマニュアルという紙でやってると思うんですけど、米軍は日本と違って進んでるなと思ったら、外国は10年以上前から教育をやるときはパソコン使っているんですね。日本はこのコロナ禍でだいぶパソコンの普及進んだと思うんですけども、やっぱり日本遅れてますね。それでは、6人演習で私が写ってる写真を終了画面といたします。今日も最後までご視聴ありがとうございました。はい、6人演習からのワンショットです。右側でアイス食ってるのが私です。ちょっと言い忘れたんですけど、米流の時か。本田さんという方が、米流に私のグループの次に来たんですけど、そしたら、本田っていうのかっこいいみたいな、クールみたいな。本田とか鈴木とか川崎とか、日本ではありふれた名前ですけど、まあ、車系統のメーカーなんで、かっこいいクールって言われます。当時はまだ日本はそんなに衰退しておりませんで、今じゃどうかな。ちなみに日本の近隣諸国に限って日本のこと嫌いな国が何カ国かあるんですよ。海外では大体日本人に対しては好意を持ってくれてる国が多いんですが、日本はどこにあるかというのはあまり知らない方が多いかなと思います。